釜の中から出来上がったばかりの光合が次々に取り出されます。倉敷市羽島の天神窯では、毎年この時期、陶芸家の岡本敦史さんが次の年の江戸を題材にした光合を作っています。今年は幅が6センチ、高さが2.5センチの大きさで、岡本さんが子どもの頃に見た白蛇の記憶をもとに、 紙の使いとして神聖で優しさのあるるが絵馬の上に乗ってていい様子をイメージしています。とにはおよそ200個作られ明日から3日間、天神窯のアトリエで展示・販売されます。